さあ、こんにちは。さあ、甲子園球場で夏の高校野球大会が、はい、もうね、佳境というところにあります。皆さんのね、地元の高校は今どういった状況に、ね、なってるかというところもありますけれども、まあ、でもその甲子園で非常に華々しい成績をこう収めてスターというかヒーローになった選手たちって数多くいるじゃないですか。いるな、はい、でもその中からやっぱりプロ野球選手になって活躍できるっていうのはまた一握り。そうだな。でその甲子園で沸かせたのを最後にもちろん消えていく選手たちもたくさんいるというところで、うん、今日は甲子園の消えた天才というところをちょっとピックアップしたいなと、まあ、消えた天才というかあの選手あの名選手いたよねとか、いやもっと活躍しただろうなっていう、思えるような、はい、いろんなことがあってね、うん、その後あの野球人生をこう辞めるという方も多かったと思うんですけれども、はい、まあ、世代的には、はい、やっぱ俺らの時は原辰徳筆頭に、はい、やっぱ東海大相模が、はい、もう世の中を席巻してたというかさ、うん、まあ、その中で4番筒井、はい、筒井秀明さん、そう、うん、まあプロに入ってきたけどね、そうです、あのドラフト外で入ってくるんですね、うん、そうそうそう入ってきたわけだけ ど,、はい、だけど、まあさほどね、うん、まあ、成績上がらずに、はい、まあフロントに入りみたいなね、うん、まあ、日本ハムからジャイアンツに移ったと。あ、そうだっけ、はい、日本ハムか、日本ハムで81年から88年まで、うん、で読売ジャイアンツに89年90年と、うん、まあ、ジャイアンツは1年間だけでしたけれども。あ、そうか、はい、腹を追っかけてたでしょ、はい、やっぱ東海大相模で、うん、でも同じ左バッターだからさ、はい、こんなやついるんだと思って、うん、やっぱパワーもそうだったけどやっぱすごかったな、バッティングは。あの4番なんですよ、うん、原さんが3番で筒井、うん、さんが4番、そう、うん、バッティングはね、うわこんなバッティングできる高校生がいるんだって思ったぐらいの、はい、まあ、天才肌だったよね。あ、そうなんですね。でパンチ力もあるしさ、はい、やっぱすごいのを覚えてるよ、うん、あの74年の夏の選手権ではライトで出場、はいはい、で準々決勝ではあの鹿児島実業佐田岡さんに抑えられて延長15回で敗退、まあまあそうだよね、になってるんですね、うん、いやだけど筒井ってものすごい人がいいんだよね、はい、あの人の良さがダメだったのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じもするし、高校の時見た時にやっぱ衝撃を受けたのは同じ同級生じゃない、はい、まあ、それでこんなパンチ力があって、うん、天才のように打っていくというかさ、うん、まあ原はスターでいたけど、はい、なんか実力を本当に持ってるのは筒井じゃないかって思わせるぐらいの感覚があったよね、うん、でさらに75年の春の選抜では決勝に進出するものの、はい、決勝では高知高校に延長13回の接戦の末敗れ準決勝、うん、そうそう、さらにその年の夏の選手権は準々決勝で上尾高校に入った。そう、ただ日本高校選抜のチームにも選ばれていて、そらそうや、アメリカ西海岸ハワイ遠征にも選出されたと。そうだよ、あ、やっぱりすごい高校生だったんですね、うん、へー、まあ、その時に原監督がね、はい、高知のキャッチャーの人に、うん、勝負してくれますかって言ったら、はい、当然だろって言って、うん、キャッチャーフライだったかな、抑えられたんだよ、ね、あ、まあ、そういう話がある、まあ、筒井とは関係ないけどちょっと思い出したけど、はい、いやだから筒井っていうのはすごい優秀なバッターだったよね。で高校卒業後東海大学、まあ、はい、原さんは巨人に、はい、あ、東海大学一緒に行くんですね、うん、で首都大学野球リーグで在学中7回優勝、はい、で77年の全日本大学野球選手権大会では、うん、エースの遠藤和彦さん、うん、元太陽のエース、はい、好投もあって決勝に進むが、はい、あの石毛さんのいた駒澤大学に延長10回の末敗れ準決勝、はい、でさらに同じ年の明治神宮野球大会でも江川卓さんを擁する法政大学に敗れて準優勝に終わると、はい、まあ、すごい選手たちがいた中で、法政大学の江川卓を原辰徳はホームラン打ったんです。あ、その時に、あ、そうなんです。いや、やっぱすごいなと思いながら、はい、まあ、筒井の話じゃないけど、ね、まあ、そうですけど、いやだけどそのぐらいやっぱこう名声があったというかさ、まあいい選手だったな。で、まあ、80年オフにドラフト外で日本ハムファイターズに入団したというところなんですけども、その、まあ、人の良さかな。あ、うん、
そっか、そういうところがあったね。うん、他にもじゃあこの、まあ、消えた天才ではないですけど、あの甲子園を沸かせた天才、やっぱ古木だろうな。古木さん、まあ、DeNA 古木克明さん、まあ、元横浜ベイスターズに入ってくるけども、はい、すごい選手だったんだよ高校の時、はい、パンチ力があって、うわすごい選手がいるなって。守りがダメだったんだけどな。あ、そうなんですね。だけど打つだけだったらさ、はい、やっぱこう右肩を開かないでバットのヘッドを走らせるコツなんかも知ってたし、はい、バットに引っかかってホームランっていうかボールは飛んでいくというような、はい、まあ、選手だったけど、はい、まあ、背番号つけ上がって3を、うん、あれ豊さんの、まあまあ、だけどあ古木がつけるんだったらいいなと思うぐらい、うん、甲子園でも活躍したよね。トヨタ大谷高校で、はい、入学して、はい、2年生の時に全国高校野球選手権大会夏の甲子園1回戦、長崎の南山高校、はい、この戦いでホームラン2本、ホームラン打ってるでしょ、はい、延長12回の末6対4で甲子園初勝利ということで、はい、あで高知商業高校の藤川球児さんとともに2年生では2人だけ高校の日本の代表選抜にも選ばれて、いやいや、やっぱバッティングがすごかったよ。さらに3年生の時は、夏の甲子園でベスト4、うん、で1回戦では村田修一さん、うん、田中健介さん、要する東福岡高校と対戦して6対4で勝利、うん、2回戦では上本、三田島村さん、要する宇部商業高校と対戦してさらにサヨナラ勝利、うん、さらに3回戦では前年の優勝校智弁和歌山と対戦して7対6で9回表に逆転勝利、うん、で準々決勝では和田剛さん、要する浜田高校島根のと対戦して延長10回を制して4対3でサヨナラ勝利、はい、で準決勝では吉見選手、要する京都、はい、これは青少高校と対戦するんですけれども、自身4三振と精彩を欠いてチームも1対6で敗退、決勝戦進出にはならなかった。すごいですね。いやすごいよ、はい、だからその中で異彩を発揮してたのが古木だから、うん、あ、そうなんですね。やっぱボールを捉えた時の飛距離っていうのは、まあ、相当なものがあったよね、うん、でプロに入ってくる、お、後輩になるじゃんみたいな、はい、そんな感じだって期待はしてたんだけどさ、うん、やっぱちょっと変化球に苦しいんだな。変化球に苦しんだ節はあって、はい、速いボールとかそういうボールに対しては難なく打つけど、うん、やっぱプロってまっすぐが強かったら変化球ってなるじゃない、うん、だからそういうところではな、ちょっと苦労したな、つかめなかったな。あの98年ドラフト会議で、ベイスターズから1位指名、これ松坂大輔投手の外れ1位指名で入団と。で本当は福岡ダイエーホークス志望だった古木さんに当時の横浜の権藤さんが直接会いに行って口説いた、うん、で背番号3、93年限りで高木豊氏が戦力外となって以来5年間空き番号だった、そうだ、これを背負ったと。そうだよ、それが運の尽きだったのかな。そいやいや、でもそんなことない。でも本当にあのバッティングはね、はい、よかったよ。80年生まれなので私と大体同世代ぐらい、はい、だったんですけど、魅力はあったよね。ただやっぱりこう守備の面と、はい、やっぱちょっとバッティングではこう変化球の面、うん、まあ、ここら辺がもう少しあったな。だからそこら辺を覚えたら、うん、本当にあの20発は簡単に打ったような感じのバッターだよね。あ、そうなんですね、うん、ただやっぱりプロでなかなかうまくいかなかったっていうところ、まあ、もったいなかったね、はい。さあもう一人、まあ、吉野に、ヤクルトに行きましたね。ヤクルト行った、はい、いい球投げてたけどな。うん、でもやっぱ投げる速さと筋力がついていってなかったな、はい、あ、そうだったんですね。筋力をつけた後にあのぐらいのボールが投げたらボンボン勝てたピッチャーかもわからないけど、うん、筋力がそのある前に投げられちゃったからさ、だからそこら辺で痛めたっていうこともあるし、だから筋力が足りないからコントロールもちょっとばらつきあったしな、だからすごいもったいなかったよね。それはもうずっといたちごっこで、まあ甲子園で勝たなきゃいけないとか甲子園出たいとか、まあそういうことで無理してバン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 投げてたんだと思う。だからそういう疲労、蓄積疲労とかいろいろあったと思うよね。そうですね、まあ、その後ね楽天に行ったりだとか、うん、台湾
の方で今プレーはしてるそうなんですけど、まあ、そうだね、頑張ってほしいけどな。そうですよね、うん、吉野利投手そういましたね、うん、はい、投げてる球が決まった時にはなかなか打てるボールじゃなかったよ。だからあれビッグスリーって言われて、うん、中田翔選手、それから唐川投手、うん、吉野利投手、うん、っていう風にもうドラフトの注目の目玉っていうふうに、いや目玉中の目玉だよ、うん、言われてましたから、この3名は、うんうん、もったいなかったな。そうですね、そのやっぱり負担だったりとか何かやっぱり蓄積疲労みたいなのが、まあ、まあそうだな、うん、来てたのかもしれないですよね、うん、あと荒木大輔さんとかもそうだと。そうですか、荒木大輔は早熟のような感じがしたな。あ、早熟、うん、早実じゃなくて早熟早実ですけど早熟だったんですか。もう1年の時からでしょ、はい、勝つことを要求されてるから、うん、やっぱ失敗が許されないんだよね、うん、だから小さくまとまっちゃったっていう感じがするんだよ、うん、もっともっと大きいピッチャーだったと思うんだけど、うん、スケールの、うん、だけどやっぱ勝たなきゃいけない、うん、期待を裏切っちゃいけないみたいな感じで、だん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 こうなんかこう小さくなってきてるというか、はい、なんかそんな感じがしたな。やっぱり高校の時はすごかったんですよね。まあ、すごい人気がすごかったよ。あ、まあそうですね、うん、あのかっこいいっていうビジュアルかっこいい、かわいいとかね、はい、まあ、1年の時からバンバン投げてるわけだからな、うん、だから相当ね、まあ、相当な疲労度だよ、ね、負担もあるでしょうしね。でヤクルトに入って球数制限なんかないしな、あの時は、ね、今はねようやくできましたけれども、そうだね、で1人で投げ抜いてっていう感じでしたもんね。どうしてもやっぱプロ入っても故障してしまったりとか、まあそうだな、うん、まあ、そういうのがやっぱりここの時はやらなきゃいけないけど無理しちゃいけないというね、うんうん、なんか非常にバランスの悪いところに置いてるよね高校野球って。そうなんですよね、まあ、球が制限でね故障者が減るのかどうかわからないけども、うん、教育だと言いながら名誉を選んだり見たりだとかさ、はい、まあ、ちょっとバランスが悪いよね、うん、特にピッチャーに関しては、まあ、そうだな、そうですよね、炎天下だしな。そうなんですよ、うん、はい、あと他には村中選手ヤクルトに行きましたね。ピッチャーな、ピッチャー、はい、いいピッチャーだったけどな、うん、でもプロ向きじゃなかったのかなっていうような気がするよね。やっぱりやらなきゃいけないっていう気持ちも強すぎたと思うし、うんうん、それに伴ってやっぱコントロールに難があったしね、うん、置きに行くと打たれるというような、はい、だからもう当ててもいいから行ったるみたいな、そういう気性だったら持ってるボールっていうのはすごかったから、うん、だからそれが発揮できなかったっていうのはちょっと残念だよな。もったいないですね。もったいない、そうですよね、うん、あと吉村、あ、吉村貞昭さん、そう巨人の、まあ、消えた天才だよね。もうしっかりやってたけどさそうですね、いや俺最初こうセカンド守ってて、はい、吉村って PL 出身なんだと思いながらね、はい、そしたらやっぱいいバッティングしてたな。間違いなくトリプルスリーはやってるよ。怪我がなければ。怪我がなければ。怪我をした時って何歳ぐらいだったんですかね。何歳ぐらいなのかね。あれ。もう間違いなく首位打者1回ぐらい取ってるよな。1988年に怪我。で入団はいつなの。入団が82年ドラフト3位なので6年間わずか。うん、まあ、その後も続けたけどね、はい、でもやっぱり足が悪いからさ、うん、自分の本来のパフォーマンスっていうのは出せなかったけども、はい、まあ、6年間、まあ、24歳の時だよね。そうですね。で84年からそのライトでレギュラーに定着、うん、正面本当4年ぐらいが一番ベストな状態、うん、そうだよ、短かっていいですよね、あまりにも、まあ、2000本も売ってただろうな、そう考えてたら、はい、まあトリプルスリーもできてたと思うよ。ああそうなんですね。首位打者も取ってると思うよ。これはもう試合中の怪我だからもうどうしようもないんだよね。レフト、うん、で突っ込んで取りに行った際の、うん、っていうことで、まあ、突っ込んでて突っ込まれてっていう。ああそうか、ぶつかった交差点、うん、まあでもこれはね勝つためにプレーをねお互いがしてて、うん、だセンターのやつが悪いとかじゃなくてね、うん、まあ、本当に運だよな。そうですね、運が悪かったというかさ、うん、あの野球でねそういう故障だったり怪我っていうのはもうつきものというか、まあまあそうだね、仕方ないとは仕方ないですし、うん、中地点に入ってたからな、声が聞こえなかったのか、まあ、声が聞こえなかったりとか、まあいろいろみんな必死でやってるからさ、うん、だからまあちょっともったいなかったなっていうような気はするよね。どんな成績を残してたのかさわからないぐらいの選手だよ。ポテンシャルのあるっていう、あったな、うん、
甲子園の時から、まあ、注目されてた選手だったってことですよね、うん、だからもう間違いなくクリーンアップの一角は打ってる。でそのベストだった時って吉村さんって何番？3番とか持ってた。4番が原さんだったり、クロマティ。原監督だよね今。原さん4番で、で3番が吉村さんで。そう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 、足も速かったからね。ね、俊足ってやっぱり。そうそうそう、うん、守備固めで送られることもあったりとか。だから3割30分30通りはやってたと思う。そうか、これからっていう時だったからね。そうですね、うん、でもまあ復活してきた時にまあ感動したけど、やっぱああいうな故障があると、うん、なかなか自分のバッティングができなくてなってたな。そうね、まあ、それでも良かったけどね。いいバッターだったけどね。そうか、そうか、うん、まあね、今巨人のコーチとかもされたりとかね。そうだね、今でも活躍してらっしゃいますけれども、うん、まあ、今日はね、何名かちょっと甲子園でのスターを取り上げましたけれども、はい、うん、甲子園って華々しい世界ですし、そこで注目されて、もちろんプロに行く選手もいれば、そうじゃない道を歩んでいく選手もいたりとか、まあ、性格とかもあるからな。プロ向きの性格って本当にあるからさ。あとどこのチームにドラフトされたかっていうのも大きいですよね。いや、それもあるな。職場の選択っていうのはできないからね。そうなんですよ、ドラフトだとな、はい、まあポジションが被ってるところにいい選手がいたら出れないわけだからな。入るところとか、まあ、いろいろ考えないといけないけども、はい、まずはやっぱり自分が性格的に向いてるのか向いてないのかね、はい、やっぱ負けず嫌いじゃないとダメだし。そうです、まあ、みんな負けず嫌いだったと思うけども、うん、夢としてね、はい、プロ野球が一つの夢として、うん、みんな野球を始めた頃にはそうだったと思うし、うん、はい、だからまあそれが実現できるっていう選手の方が少ない、うん、でもそのチャンスを与えられた、はい、あとは性格だな向いてるか向いてないかのっていうところですね。逆に甲子園一切出られなくて、高校の時は無名でも大学とか社会人で一気に花開いて今プロ野球で活躍してる選手もたくさんいたりもするので、まあ、そうだな。以前例えば浅尾さん、中日の浅尾投手は大学で軟式野球部にいて、そこだったり取ったりとかってあります、ね、まあまあいろいろなあるよな、うん、だから俺だって全国からしたら全然高校の時なんか無名だったからね、うん、あ、大学で取ったんですか。まあそうだね、中央大学で。だ、高校なんか甲子園行ってないしさ、うん、まあ県内では強くて、県内の高木って言ったら多分分かってたと思うけど、はい、他県で分かってたっていうのはあんまりいないと思う。でも中大からスカウトが来たってことですよね。まあそうだね。ということはやっぱり注目されてたっていうことですよ。まあ、そうかな。そうじゃなきゃ中大行けないですよ。そうですよ。そうかな。うん。だこうね、豊さんみたいにそうやってスカウトされて現役で花開く選手もいるわけですもんね。今思うと高校の時もそうだけど、高校で辞めていったやつとかもいるんだよ。やっぱ我々の頃は部員っていうのはさ、少なくても60人は絶対いたから、ちょっと増えると100近くいるわけでしょ、はい、で一緒の同級生でもこいつすごいなって思うやつもいたわけよ、うん、めちゃくちゃ前なって、はい、でも辞めていったりだとかさ、いろんな、なんでお前辞めたのって言ったら、はい、いやもう体がしんどいとか、体が弱かったりとかさ、ここでもうピークだったりとか、まあ、ピークっていうか練習についていけないとかね。才能はあってもですか。もうめちゃくちゃうまいんだよ。わ、もう守備なんて本当うまい、こいつ天才じゃないかなって思うぐらいうまいやつがいた。俺が投げてた時ピッチャー、うんうん、こいつに守っててほしいなと思うけど練習についてこれなくて、はい、メンバーに入れないとかさ、ベンチとかになります、ね、とか控えとかね、うん、まあ、そうなってくるともうちょっとやめるわとか言ってやめていったやつもいる。そういった選手もたくさん全国にたくさんいるんで、まあ、森尾さっき言ったけども、うん、この高校の野球部に合わないとか、うん、まあ、そういうこともあっただろうな。ありますよね。いくらでもあるよ。でも俺 PL 好きで PL ずっと見てて、うん、あの深瀬、はい、三塁手の深瀬、うん、あれがね、なんかフェンスに激突するんだよね、はい、ファールボールを追っかけてて、うん、でね、カタカタなんか打球するんだよ、はい、あの子もプロに入ってたらどうだったのかなっていうのを今でも思うな。それは誰世代の時の甲子園？片岡世代だよ。ああ、片岡さんの時のなんですね、はい、だから片岡に聞いたら、いや、あいつは無理ですよって言うかもわからないけど、はい、高校の時のあの深瀬見た時に、うわあ、いいバッターだなと思ったもん。守備もうまかったしね、はい、でその代わりにその後から深夜が多分サードを守ったと思う。
あ、宮本さんが、うん、はい、だからその前にあの深瀬っていうのがサード守ってて、うん、フェンスに激突して肩脱臼かなんかしたんだと思うのよ、骨折かなんか。あの選手もいい選手だったなって今でも思い出すよ。あ、そうなんですね、うん、これはちょっと PL 出身者に聞いてみないとあのオフに片岡さんに、ね、まあまあね、聞いてみないとですけど、はあ、でもね、あの野球好きの皆さんもやっぱり甲子園で、いや、このスター選手自分はこうだと思いましたよとか、それぞれに皆さんいると思うんですよ、うん、なんかコメント欄になんかこう自分はこの選手でしたとか、自分の中のヒーローは甲子園この選手でしたっていうのをちょっと上げていただけたら嬉しいなと思います。はい、はい。